こんばんは。ロサンゼルス日系コミュニティのニュースと情報をハリウッドからお届けするソーカルジャパン、司会の手島理香です。それでは早速今日のラインナップをご覧ください。今週の日系ニュース、まずは東日本大震災復興クルーズ、働く女性のリーダーシップ向上ネットワーキング、そしてガーデナーカーニバルです。特集です。今週はソーカルオンザムーブ、高飛び込みのヘイリー石松さんをご紹介します。ローカルイベント、今週の占い、そしてプレゼントのお知らせもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日経ニュースです。まずは東日本大震災復興の話題です。震災の記憶を風化させないために今できることを考えました。ご覧ください。東北大震災と津波から3年と題した宇野浦雅子さんの講演会がロサンゼルスのニベイファウンデーションで行われました。宇野浦さんは震災時に宮城県気仙沼市で津波に遭った体験をロサンゼルスなどで語り続けていますが、3年経った今、この記憶を風化させることなく被災地の復興のために何ができるのかを考えました。今回提案されたのは東北観光と九州温泉巡りのクルーズ。日本を訪れる観光客が東京から東北へ流れるように日本の魅力を詰め込んだ外国人向けツアーです。They will have an opportunity to participate in the Memorial Golf Tournament, as well as to interact with some of the communities that have survived this terrible, terrible disaster. とにかく被災地にみんな行ってくださいっていうことをお伝えしてます。月日が経っていくと、みんな日本に行くことが少なくなってきてるみたいなんですね。そういう時にクルージングのカンパニーだとかいろんなエージェントの皆さんが日本に行きたいっていうことをおっしゃってくださったので、じゃあ東北にもぜひ来てください。そこでコラボレーションが始まったんです。この日はおよそ50人の人が聴講し、震災に関する話に熱心に聞き入っていました。はい、続きましては女性のリーダーシップについてのカンファレンスです。ビジネスの場において女性の活躍を促進しようと、日米のビジネスウーマンが集まりました。どうぞ。南カリフォルニア日米協会による女性のリーダーシップを考えるカンファレンスが6月25日センチュリーシティで行われました。グローバルリーダーの育成などで日米関係を構築する NPO ゴールドと協力して開かれたこのネットワーキングイベントには、日米の女性たちおよそ130人が参加しました。アメリカのビジネス第一線で活躍する女性エグゼクティブがパネリストとして招かれ、自らのキャリアと成功の秘訣について語りました。日本からは若手ビジネスウーマン20人も研修生として参加し、熱心にメモを取ったり質問したりしていました。一番やっぱり学んでほしいのは、日本の場合ってなんていうのかな、自分を出せないんですよね。そういうふうにすると別に男性とか女性とか関係なく、それはカルチャーにあるんで、ですから自分で自信を持って、やっぱり自分でやりたいことをやっていく、そういうような内部的なところを学んでほしいと思いますね。参加者は積極的に名刺交換などをして国境を越えてネットワーキングに努めました。はい、次はガーデナから夏祭りの話題です。ガーデナバレー日本文化会館への寄付金贈呈式もありました。ご覧ください。JCI ガーデナバレー日本文化会館で6月28日から2日間カーニバルが開かれました。その中でスペインの大手保険会社マフレから JCI へおよそ3万ドルの寄付が送られました。マフレは日本文化促進を目指す非営利団体のメンバーへ割引自動車保険を提供しており、その中で保険加入者数が多かった団体へ収益の一部を寄付金として還元しています。
Japanese American community is still very vibrant. We are an older community. However, the younger generation, the Yonseis and the Goseis, have started to come back to learn the Japanese culture. And because of their influence, I'm very supportive of the Japanese American culture, and I'm going to do everything I can to help promote it some more. マフレからの JCI への寄付は15年前に始まり、今年で総額33万ドル以上になりました。以上ニュースでした。ここで番組から視聴者の皆様へプレゼントのお知らせです。ハリウッドで行われる J-POP アーティストメインのコンサートチケットを3組6名様へ差し上げます。ご希望の方はお名前、住所、電話番号をご記入の上、こちらの E メールアドレスまでご応募ください。たくさんのご応募お待ちしています。 CM の後はソーカルでアクティブライフを送る人をご紹介するソーカルオンザムーブです。今週の特集はソーカルでアクティブライフを送る人をご紹介するソーカルオンザムーブです。レポーターはスコットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあスコットさん、今週はどんな方を紹介していただけるんでしょうか。今週は USC の飛び込みの選手ヘイリー石松さんです。はい、彼女はオリンピックにも行きました。飛び込みの選手のヘイリー石松さん、オリンピックにももう出場されてるんですね。そうですね。知りませんでした。そんな日系人の方がねソーカルにいらっしゃるとは。さあそれでは早速ご覧いただきましょう。Hello, today I'm here with diving sensation Hailey Ishimatsu, and she's going to tell us a little bit about her diving career. A Yonsei out of Bellflower, California, and currently studying sociology at the University of Southern California, Hailey has been a competitive diver since she was 12 years old. Can you tell us about what you did before diving? I first began as a gymnast for 9 years, I believe, and I got pretty good at it and I was really excited, but eventually I kind of burnt out. And my sister happened to already be in diving, so I decided, why not try? It took me a while to get used to landing on my head, but other than that, it's actually very similar. And my previous gymnastics experience really helped me in my diving. A member of the U.S. national diving team since 2006, Hailey has also medaled in at least 10 different national and international events. She's also one of only 3 women in the world able to do a back 3.5 pike. But it was her spot on the 2008 Olympic team in Beijing that was perhaps the highlight of her career. What was it like representing the U.S. in Beijing? It was such a unique experience and so exciting and so like emotion invoking. I remember after my individual event, which I actually missed finals by I think 10 points or something like that, I actually cried because I felt like I let my country down. But in my next event, the synchronized diving, we got 5th in our event, so we were really excited about that. Hailey brought her Olympic experience back home, winning the 2011 ACC title while attending Duke University. Soon after, she transferred to USC and under the instruction of 2-time Olympic diver Hong Ping Lee, continued to dominate. She couldn't, however, return to the 2012 Olympics due to a faltered dive during the trials. While still a sophomore at the 2013 NCAA Championships, she broke the NCAA point record in platform. During the preliminary competition, she recorded a perfect dive on a back 3.5 somersault tuck that scored 10s with all the judges. Did you think that you may have had a perfect score when you hit the water on that dive? Honestly, no, because the dive actually got the perfect score and is my most inconsistent dive. But the top felt really good and I felt like I went in the water pretty clean. And I was thinking like, oh, maybe I'll get like 8s or something. But nope, I came up out of the water and it was 10s across the board. And I was just so ecstatic. And I'm just working to make that more consistent now and not just a one-time thing. Hailey is now a junior and, though fighting back and shoulder injuries, is continuing to make strides. Recently, she became the first diver to successfully defend the NCAA Women's Platform title since 1993. This year, she is also getting guidance from her older sister, Tori, who is also an accomplished diver out of USC and new assistant coach. So what's that like working with your sister now? When we're diving, it's
definitely like fairly easy to distinguish like Coach Tori versus Sister Tori. Like when we're in the water, it's Coach Tori. When we're out of the water going to the movies, it's Sister Tori. USC's next diving season starts in September. If you would like to support Haley, please follow the USC women's swim team at the address on your screen. わあ、ヘイリーさんすごいですね。まだ大学3年生でオリンピックも経験して、その後の大会では新記録も出して、ああすごい選手です。いやそれにしてもあのプラットフォームからプールを覗き込む映像がありましたけれど怖いですね、すごく高く感じました。あでもそれは真ん中のプラットフォームだ。あそうなんですか。そうですね、あの一番上あの高いプラットフォームにいてすごく怖かった。いや怖いと思います。でも、うん、面白かったのは、うん、ヘリさんも高いところが嫌いらしいです。苦手なんですか。とてもそうは見えませんでしたね。すごく綺麗な、ね、姿で飛び込んでましたよね、うん。これからの活躍も楽しみにしています。スコットさんありがとうございました。以上ソーカルオンザムーブでした。次はパブリックアナウンスメントと今週の占いです。続けてどうぞ。リトル東京の西本願寺によるお盆フェスティバルが7月12日土曜日と13日日曜日午後3時より同寺院にて開催されます。日本食屋台やゲームなどもあります。問い合わせはご覧のところまで。同志社大学村田学長の講演会が8月23日土曜日午前11時よりトーランスの都ハイブリッドホテルにて開催されます。7月15日までにお申し込みください。南下日経商工会議所基金主催の第16回総理大臣杯チャリティーゴルフトーナメントが8月25日月曜日、パロスバーデスのロスバーデスゴルフコースにて開催されます。7月18日までにお申し込みください。占いが気になる方は UTB のウェブサイトからアプリをダウンロードしていただくと詳しい占いがいつでもチェックできるようになります。ソーカルジャパンは UTB のウェブサイトでもご覧いただけます。こちらのアドレスをチェックしてみてください。それではまた来週お目にかかります。ごきげんよう。さようなら。